それでは、マウントアダプターですね、電接点付きのマウントアダプターを介して α7R からキャノンの EF レンズを、使った時の AF がどのぐらいのスピードで合焦するのかっていうのを、見てみたいと思います。まあはっきり言って、まあ、やってみましょう。はい、まあ、右手前にあるハッセルブラッドの上の、レンズの上のハッセルブラッドっていう文字のところに今 AF ポイントが置いてあります。ではやります。こんな感じですね。押します。せーの、押しました。まあ、このぐらい遅いと。で、今はたまたまこううまくいきましたけど、こう合焦できない時もありまして、例えばこの辺でやってみますね。はい、まあちょっとこう、うん、遅いって感じですかね。まあ今回もうまくいきましたけど、まあとにかくやはりこうそれなりに、いわゆるこのレンズをですね、キャノンの純正のボディにつけた時に比べると、あ、今ピント合わなかったですね。今回合いましたっていう感じで、こう AF が前後して合わないこともありますと。まあ、これがなぜ起こってるかっていうのは、まあ実際は中をよく仕様を調べたわけじゃないんで分かんないんですけど、まあおそらくこのソニーの通信プロトコルをこのアダプターで変換して、キャノンのレンズにいわゆるその通信のプロトコルを変換していると。で、まあこのアダプターはおそらくこう電気接点ついていても、単純にこうプロトコルは2社で違うと思うんで、何か変換みたいな作業してると思うんですよね。で、その変換に少し遅れてしまうので、やり取りが遅れるために、まあ実際こう AF を開始した時に、モーターが少しこうピントをずらして、そのピントが合うか合わないかで、フィードバックをかけていくわけですけど、おそらくそのモーターを動かしてってピントが合った瞬間に、レンズとしてはボディ側に今あったよっていうふうに連絡してるはずなんですが、まあ、その信号が若干遅れてしまって、ボディ側ではそのピントがあったよっていう信号の時にモーターを止めなくちゃいけないんですけど、まあ、そのフィードバックがですね、多分こう通信プロトコルを変換している上で、まあ、ちょっと遅いんでしょうね。まあ、勝手な方が推測なんですけど、まあ、今合わなかったですけどね。まあ、例えばまあそこら辺が問題なんじゃないかと。で、このマウントアダプターもですね、何社が出ていて、で、まあ、ある一社はですね、こう、ファームウェアをアップデートできるとかですね、他のに比べて AF が早いとか歌ってる会社があるので、まあ、おそらくですね、これは何か、このアダプターの精度がもっとよく、いいものができてくると、もしかしたらビシッと合うようなアダプターができちゃうかもしれないですね。まあ、その時はちょっと、キャノン側としては少し痛い状況にはなってしまうんですけど、はい。で、まあ、こういうふうに AF は使えるので、私みたいに風景専門の人間であれば、まあ、このぐらいの 遅さで十分ですし、そもそもあんまり風景の場合は MF、AF 使わないで MF で合わせてしまうんで、まあ、特に問題はないであろうということです。まあ、それよりもですね、ちゃんとこの絞りが動くっていうのが大きいですかね。で、そうですね。じゃあちょっとマニュアルフォーカスに切り替えてみます。で、まあ、マニュアルフォーカスに切り替えると、まあ、前回の EVF の動画で見たようにですね、まあ、こういうふうに赤くなっているところがこうピーキングの、レベルのところでして、まあ、ピンク、赤くなっているところが今ピントが合ってるよというところです。まあ、当然こういうふうに、もうこれで大体どこでピントが合ってるかっていうのは分かるんですけど、前回の動画でですね、EVF の、まあ、便利な機能って何個も教えたんですけど、こう EVF の一番重要なこの部分を拡大して見れるってい こう一番重要な部分を説明し忘れちゃったんですね。っていうのはこうあまりにもこう当たり前の機能すぎるっていうのと、そもそもこれは α7、 前回の動画は α7 しかできないような EVF の機能とかっていうのをまあ紹介したんですけど、その EVF のこう部分拡大っていうのはさすがにこうこの、そうですね、ニコン、キャノンの最近のデジタル一眼レフ、普通の一眼レフでもできるので、ちょっと説明を逆に忘れてしまいましたが、まあ、例えば今やってみると、まあここの部分をですね、もう2倍拡大する状態だと、まあこの辺まで来るよねと。まあそうすると、まあビシッとピントが合わせられますねという感じですね。まあもうこの辺はもう素晴らしいとしか言いようがないというか、やっぱりこうOVF っていうんですかね、光学的なペンタプリズムを通したのが、まあ、どんないいのでも、やはりここまで厳密にピントを合わせられるかっていうと、
まあなかなか難しいので、やはりこう EVF のこの拡大機能っていうのは便利ですね。でこのようにこう ソニーのボディに、キャノンのレンズをつけた場合とかではもう特にこう有効ですね。はい、非常に便利だと思います。でですね、あと何かあったかな。あ、そうですね。前回ですね、この EVF の機能の一つの、面白さということで、ソニー設計でのあのツアイスのレンズ、純正のレンズをですね、使って、その、絞りを変えていっていくと、この液晶の画面の中の被写界深度が、その絞りに合わせてだんだんこう伸びていくっていう、ちゃんとこう絞、なんですか、被写界深度がリアルタイムでプレビューできるっていうのに EVF の魅力っていうのを、紹介したわけですが、この、電子接点付きのマウントアダプターを介したキャノンレンズだとその機能は動きません。まあ、これもですね、おそらくこのマウントアダプターでいずれいいものができてくると実現できると思うんですけど、やはりこう下でこう絞りを変えていってもこう分かるように画面の奥行きがなかなか変わってこないですよね。ですので、まあ、あのやはりこう絞りは撮影の時には連動できるけど、こういうふうにずっとプレビューの時にはですね、あの絞りは動いてないっていうのがこれで分かりますよね。で、まあ、ソニー純正のレンズだとこういうふうに絞っていくと、この画面の中でも実際実絞りを狭く狭めていって、中のこの動画を何ですかね、感度を増加して、そのあたかも被写界深度が伸びてるかのように分かったんですが、まあ、やはりこの電子接点のアダプターでは、開放でのこのプレビューになるので、ちょっとまあ気をつけた方がいいですね。だから今ここで赤く光ってるピントが合ってるっていう部分は、このレンズは 35mm の F1.4 なんですけど、あくまで F1.4 の開放絞りでの被写界になってるかと思います。なので例えば今、左を画面の奥の方のあれですかね、すだれは結構ボケちゃってるんですけど、例えばこれ F8 で実際撮ってみると、で撮影後のプレビュー見ると、もうこの奥の方の、あ、今すいません、画面終わっちゃったな。はい、これ今撮影した後なんですけど、後ろのこのすだれがかなり見えてますよね、ボケずに。なのでやはりこう F8 で見ると、あの奥行きまでピントが合っていると。で今またリアルタイムのプレビューに戻りましたけど、やっぱ奥ボケてるんで、まあやはりあの前紹介した、リアルタイムで被写界振動を確認するっていうのはマウントアダプターを介してはできないっていうことがわかります。はい、まあこんな感じですかね。で今はですね、 EF の35mm ちょっと向けてみましょうか。そうですね、よいしょっと。はい、これキャノンの EF35 の F1.4 ですが、他にも、なんか例えばやってみましょうか。じゃあちょっと今レンズ変えますね。はい。よいしょっと。これは、まあ古いバージョンですけど、2470の F2.8 透視の L レンズです。まあ今これバージョン2が出て、このバージョン2は相当性能がいいみたいなんですけど、まあ私はちょっとさすがにそれを追っかけるほどあれなので、このバージョン1なんですが、まあこのレンズもすごくよく映るレンズでして、あの、まあ、α7 の重さから比べると、このレンズだけで800-900g あるこの2470がですね、バランス的にいいかどうかっていうのはちょっと微妙なんですけど、まあでも少なくともこの画質の良さっていうのは非常に素晴らしいズームレンズでして、まあ家だと非常に重宝できるかなと。いう感じですね。まあ、こんな感じで、まあ、ズームも当然 OK ですし、まあ、この今 MF でやってますけど、まあ、こういうふうにピントの山はどんどんつかめますということですね。で当然絞りも動きますし、あとまあ遅いですけど AF は、はい、という感じで動きますと。α7 の電池が切れそうですけどね。はい、まあこんな感じで、まあ私みたいにこうキャノンユーザーはですね、この電子接点アダプターで結構遊べるカメラじゃないかなと思っています。